はい、というわけでやっていきたいと思います。とうですね、今日は。街にあれだわ、不老者が増えてきたわ。いないのか、いない。やべ、2回見ちゃった。今日はそうと行きますよ。ウィス、どうも。今日上がんのかな、過ごしましょう。どうもっす。目が笑ってね。むさばらしね。駆け込み寺か。まあ、考え方によっちゃ、大問題。まあ、巨人的には聞きたいですけどね。面白いおっちゃんだな。テンション上がんね。そうか、日本武道館ぐらいねえとな。21か、えらい若いな。まあそりゃそうか、親父だもんな。7。そうだよな、 2回分ぐらい遅れてんのかな。1個か2個遅れてんだよな確か。まあ、気合でなんとかなんべ。いや、いいんじゃないですか、好きだよ俺は。ウィース、結構仲良くなってきたな。ウィス、あ、この日か、この日になんか増えるらしい。で今夜タルタロス行きます。1日で済ませないといけない。でもまあ、3は結構簡単だ。クリーツが PSP 版は簡単だからな。ゆかりん、これゆかりちゃんとデートします。行く、行く。夏休みなんでこういうことやっていきましょう。ケネス・アーノルド、あ、これケネス・アーノルドっていうんだな。こういう女子したあれですね、休日はいいですね。貯金、まあ俺は全然してないんですけど。ちょっと見栄を張っていきましょう。一人暮らし、あーそっか、ハムコちゃん、まあタルタロスで集めたお金で。ただいま風か。ウィース行こうと思います。すげえ久しぶりだな。
まだ12になんないんだっけ。あ、てかレベルでだっけ。30で12体か。ちょっと頑張っちゃおうかな。というわけで月曜日、ですね、乗り込む前に、あれだ。あ、ちょっと待って。あ、やべ、まあいいや。ちょっとお買い物行きます。黒沢さん、今日安いよね、確か。変えたっけ俺、111。これ何割引きしてくれんだっけ。じゃあ防具、あー、なるほどなるほど。この辺だったらまだ、とりあえず武器だな。買ってきますか。ウィス、貯金してたわ、40万ぐらい。歌か。今何つけてんだっけ。今あれか、おもちゃの弓だっけ。トゥーハンド落ちるんだな。何つけてんだっけ今純平。釘バット強っ。誰だ。あ、ミツル様か。余裕だな。ほんで、あー、真田さんはいいかな。グレネード、よし。そっか、もうつけてんのか。足、真田さんさすがにまずいな、こっちでしょ。ミツル様もか。20か。よっしゃ、いけ。みんなあれか、足買ってなかったか。そりゃ金貯まるわけだな。なるほど。そしたら俺は、ああ、俺もか。どうやら足を買ってなかったらしい。防具は大丈夫だよね。ああ、8か。8どうしよっか。上はまだいいかな。よし。というわけで行くか。今日はタルタロスだ、久々の。なんで戻った、なぜ。えれ、久しぶりだな。そっか、そんで、あの依頼とかもやんないといけなかったな。ない、お話は聞こう。うむ、ガシガシ行くぞ。お、いいね、みんなの人気者。確かし、タフガイ、タフガイアイディス。わかりましたんで。ミツル様、ユカリン、イレギュラー。あー、その話は。よっしゃ、行きましょう。
とりあえず失踪者とやること全部やろうっていうかやらないといけないっていう。アイギスパーティーになったんだけどどうしよっか。29か3ぐらいあれか。じゃああれだね、いつも通り俺はレベルを結構均等にしていきたいんで、純ちゃんと真田さんと、あ、風花がっていうかあれか、風花でもそのうち上がってっかんな。どうしようか、純ちゃんと真田さんと回復1人。あれか、アイギスまだあれやってないもんな。じゃあアイギス入れるか。ちょっと高いけどいっか、たまには。いやダメだな、回復入れようよ1人。ミツル様か、手やるせ。真田さん、そう来なくっちゃな。元気、ゆかりちゃんかミツル様。ゆかり氏で。よし行くよ。気配がします。68階から70。俺どこまで登ったっけ。そういえばウィス依頼受ける。期限これか、これ期限付きのやつ。とりあえず3ついくぞ。あ、でもあれか、それ以外は、これどこに出てくんだっけな。まれにか、怖いから。あ、ホメンクレスか、ブロンズ。まあ、とりあえず普通にまずは上行きましょう。上行ってそれからだな。あ、やべえ、ブロンズメダル。くまあいいや。久しぶりだな。30ぐらいまで上げちゃっていいのかな。とりあえずまあ適当に上げすぎないように頑張ろう。64回大丈夫っす。でマックスから行こうか。すっげえ久しぶりだな。あー、いい曲、超いい曲。アイギス回復覚えるの最後だよな、確か。LA 最後の方だったはず。てかタムリンな、強いよね。重い金か、重い金確か鳳凰の米のやつで。落下ジャオとかもう一個あげれば落下ジャオとで、スキルカード月影か。フォルテナか、フォルテナいいよな。猫将軍、猫将軍はあれだよね、 P3F にはいなかったよね確か。これからだったはず。リカーブのスキルカードか、カハク、かわいい、俺らのアイドル。ラクシャーサ、ラクシャーサ。俺なんで今2回行っちゃったんだろう。増長点、よし、適当に行きます。適当にっていう言ってもあのいい意味の適当で、いい意味の適当ってなんだろう。行きます。まずはてっぺん目指していこう。あ、第3エリア解禁。ちょっと BGM おとなしくなるんだよね。あ、そっか、 LR か。あ、そうだ、この曲だった。先生のチャンスです。敵みたい。こいつは確かブフ。あ、了解。分析してみます。少し時間をください。ブフだ、どれだっけ、さっき見たばっかなのに。あ、ブフ、ハイピクシー、確かブフだよな。シャシャーン。あ、倒れた。ナイス、追撃チャンスです。これ4と同じだからやりやすいな。弱
待っていた。普通の3だったらあれもうあれなんだよね、次になっちゃうんだよな。うむ、目押し、3の目押しはやっぱ簡単だな、うん。ジャック手袋いいな、かわいいな、ジャックブラザーズ。えいやー、え、取られたのこれ。グッ、ガルかジオ、貫通か。あやっべ、これ純平くんがだいぶやられてます、気をつけてください。あ、真田さん動かせる。ジュンジュン、あ、やべ、アナライズするの忘れてた。まだ敵は3体います、気をつけて。了解、分析してみます。メディア、あ、あ、いや、メディアです。そっか、前のボスのまんまになってっか。大丈夫ですか。ジオ、ジオ、マハジオ、どうしようか。ミナカタ、多分ジオだったと思う。アギとかじゃないはず、とりあえず。あ、逃げ出した、ありがてえ。あ、やべ、マジか、つえぐぬぬ。了解、分析してみます。ジオじゃなかったか、いかんなこれな。リカムってまだ覚えてないっけ。敵少数2です。ガルは効かねえから、くえ、ジオじゃないか、ガル効かないやつ。ガル、ガル耐性持ちか、なんだろう、ブフもしかしてない。これ撃ってみる。ああ違うな、波の力に弱いようですね。そっちか、そっち系か、しかもあいつ自爆持ってるぞ。ワンモア取られっから、じゃあ1体ずつやっていくか。ちょ、あ、あ、よい、もう一度お願いします。ねえ、花田さんがまずいことになった、これ。ティアラマだな、これは。いきなり超苦戦してるこいつはいかん。あ、やべ、なぜシングルショット。敵はあと1体、もう一回ソニック。むむ、ディアラマ、なんだこの雑魚戦でのはずなのに、あのボス戦のような緊張感。よし、あとはいけるだろう、つえいきなりなるほどなるほど、復活、純平復活、リカーム、リカーム、あったあった、誰が持ってんだリカーム。ゆかり、ゆかりさんお願いします。よし、はあ、やっぱあれだな、先制取られるときついな。ムドか、俺ムドとか持ってるやついたかな。いつも通りやっぱチキンで行った方がいいのかな。
うん、出たな。先生のチャンスです。そうだよね、闇の力だ。闇の力、ムドムドムド。うん、いねえなこれ。何がいいかな、無難なやつ、無難なやつ。フォルテナだな。今つけてた。っていうかね、命令つうかあれだ、これで頑張ってもらおう。ポイズマとかやる、たまにはこういうのもやってく。あ、お、よいよい、いいね、やっちまえ。純平くん、敵を撃破。あ、悲しみ、シングルショット、やっす、貫通通らなかったっけこいつ。あ、来た。楽勝楽勝。うむ、さっきのは何だったのか。やっぱあれだな、バックアタック大事、バックアタックゲーということが分かった。最近そういえばなんですけど、ですね、ペルソナ3の、フェスですか、後日談、以前、サブで上げてたやつをメインで上げ直しております。というのもですね、サブの方が復旧する目処が全く立たないので、これはもうメインで上げ直そうと、そういう感じでございます。今なら先制できます。了解、分析してみます、あとP、 少し時間ください。あれなんだ、あ、やべ、もう帰っちゃった。こいつもブフだったような気がする。覚えてねえやっていうか、漫画をですね最終巻まで読みまして、とてもよろしかったです。10年か、いやー、かかったね。良き漫画でした。炎ですね。あれでした。全然違え。いいんだから。デビッタッチ。ほ。ぐっしゃー。残り1体です。もう一度お願いします。経験値。158。お、オッケー。68回だっけにいるようなことを言っていた気がする。今日1日で登りきんないといけねえかんな。パンチできず、そういえば俺はあれだな、階段行けたら上がってくスタイルだったな。それで行こう。とりあえずボスのとこまで。67。次であれ失踪者がいる？失踪ホリデー。シャカシャカ。ホレイ。出た。今なら先制できます。ああ。3体です。了解。タイヤいる。してみます。少し時間をください。あ、やべ、なんで防御してんだ俺。間違っちゃった。もう一度お願いします。素晴らしい。良いぞ。弱点がいくつかありますね。ガル、ガルもいけんのか。ガルもいける口。やる。おお、ナイスコンビネーション。あ、行くか。ここ。よし。ナルキ。あ、持てないか。まあ、とりあえず重い金を。
前哨もまあ持ってなかったよね、ナルキ。ナルキ美しい。最初女の子だと思ってました。いいケツしてるなと思ったら男性でした。まあいいケツしてるんだけど。先生でいけそうです。了解、分析してみます。少し時間をください。ジオどうしよっかな。俺何に育てようかな。フォルテナもあれだしな。受け身なかった。デカジャか、いいな。デカジャでもこのゲームはデカジャ、あーでもまああれか、落下ジョート欲しいな。こいつあげるか。やっぱジオ勢が多いな。デカジャあれだよな、デカジャとかでくんのはなんかあの女神転生3のあれが、女神転生3のデカジャ超強い感だ。貫通、ゆかり無双か、いいね。 AI があれだね、あの素晴らしいです。あ、頭いい。貫通、なんか貫通持ってるやついる。斬撃、シングルショット、貫通か。じゃあ行こう、貫通か。敵は3体います、気をつけて。うむ、当たんねー。見てろよ、俺の大事なお、それも当たる。敵を撃破。二つ来た。お、いいね、ナイスカウンター。あ、どうしよう、金、4000円。お、上がった。楽んだ。真田さんはそういえばあれだな、たるんだ先輩って言われてたよな。なんか P3 時代はもうたるんだをひたすら打ちまくるっていう AI がっていうのを聞いたことが。あれ、いや見かちった、言われてみればそうだったかもしれない。えい、確かアギだった、カハクだな。弱点ついてけ。あ、回復しとけばよかった。えい。お、これ本当に逆に立つ。便利っすよねこれ。今だ。やっちまおうぜ。ほら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 。よっしゃー。うむ、トゥルルン、オッケー、パーティー全回復、おいしい。チラチラ、うん、混ざってんな。これあれか、あ、やべ、そっちじゃねえ。マハラギでよかった。耐性とかなかった。お、良いぞ。順平もやるか。敵を撃破。お、マハディオ、アギラを、ぐっしゃー。うむ、あ、やばい、呪いついてる。あ、